バレんなよ、バレんなよ。おはようございます、スリコー TV です。デプスから新しく出たタイニーブルシューター、これでね、早速いい魚が釣れたので、まずはこちらをご覧ください。来たぞ、来ましたよ。さあ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 、ほっ、バレんなよ、バレんなよ、バレんなよ。ほいよいしょ、よいしょ。はい、来ましたよ、タイニーブルシューター。いいね、引きしたよ、このバス。タイニーブルシューターで来ましたぜ。こんな感じ、40ぐらいはあるんじゃないかな。やっぱりギル食いバスね、小さいブルシューターとはいえギル食ってるバスだから、ちょっとね、引く元気なバスでしたよ。はい、でね、タックルがこういう感じのグラビアスの 6.6 のギア比のものに、メガバスのね、シルバーシャドウっていうシーバス用のやつなんだけど、川市なんだけどね、こう竿がよく曲がるんで、バレないでね、釣れてくれました。イエイ。こんな感じで、いいや、釣れた釣れた。はい、じゃあね、逃がしてもう一匹狙っていきたいと思いますよ。いたたたた、ありがとう、タイニーブルシューター食ってくれて。はい、でタックルはね、こんな感じで、グラビアスにメガバスのシルバーシャドウ、こんな組み合わせで食いました。はい、というわけで帰ってきました。タイニーブルシューターなんですけども、こんな感じのね、タックルでね、釣りしてみたんですけども、ポイントとしてはですね、これメガバスのですね、シルバーシャドウっていう、6フィートで結構ね、柔らかめの竿なんですよね。ミノーとかですね、小さめのバイブレーションとかを軽快に投げて使おうっていう、そんな竿なんですけども、こういうタイニーブルシューターみたいな小型のビッグベイトね、これを使ってみたところ、まあ、非常にバランスが良かったなっていうね。もうちょっとキビキビと動かしたい時なんかは、もうちょっと張りのある竿がいいのかななんて思うんですけども、乗っけて、そんでもって、しっかりと、岸までファイトしてあげるなんていう時は、ブルシューターっていうと、なかなか大きくて、今まで専用のタックルね、ちょっと強めのタックルがないとそもそも投げづらいなんていうのがあったんですけども、さすがにタイニーということで、こういう普段使いの小さなクランクベイトとか投げる、そんなタックルなんかでも使いやすかったなね、そんな印象がありました。でリールがですね、こういう感じでグラビアスですね、グラビアスのギア比がここに書いてあるんですけども、 6.6 のものですね、比較的巻物に使いやすいよなんていうね、こういう番手のリールを使ってみて、普段だとですね、まあこれで80ジュニアとか、B フリーの小さいサイズから、真ん中のサイズとかね、そういったのを投げたりしているんですけども、こういったちょっとした小型ビッグベイトなんかも、非常に快適に投げやすい。何よりもまあトラブルがあんまり起こらないんで、おかっぱりでね、
なんだろう、バックラッシュしたくないなんていう時はこういうリールがあるとですね、非常に快適に釣りが進めることができたなってね。あとまあ返すプールも最初からついているので、これはね今14ポンドのフロロカーボンラインを深溝のスプールに入れてるんですけども、もうちょっと小型のミノをやる時用に、例えばまあ8ポンドとか10ポンドぐらいのフロロカーボンラインをシャロースプールに入れてバックに隠しておくなんてやると、まあ現場でねさらにいろいろと投げれるのかな。まあこの深溝の時点で結構ねだいたい投げれちゃうんで、満足はしてるんですけど、まあそんな感じのリールです。そして、漢字の、タイニーブルシューターですね、今回ね使ってみての感想なんですけど、水槽で動きを見た時はですね、なかなかストロークがなかったんで、こう縦のふわんふわんこうやって動くんだなーっていうねやつと、あとはこのスプリットリングにつけた状態で、推定にギリギリ立つぐらいのスローシンキングね、そんな感じで使えるんだなっていうのが分かったんですけども、実際に使うときはねポイントとしてはここ、ちょっとね大きめのスナップ、これをスプリットリングに追加することによって、ちょっとだけ沈下スピードをアップさせてみました。なんだろう、ちょっと流れのあるポイントだったんで、まあ、これでここにね重り貼ったりしてもいいんですけども、自分の場合は結構大型のエッグスナップみたいなやつから小さめのスナップまでいろいろスナップを持っていって、でまずはスナップで調整して、それ以外の結構劇的に変えたいなっていう時はもちろんウェイトを貼ったり、するんですけども、今回の場合はですねちょっとしたもう少しね、この最初スプリットリングだけで使っていたらもうちょっとね早くレンジに入ってほしいなっていうのがあったんで、小さなことなんですけどこういう感じで、スナップを追加することによって、ちょっと入れ込んで、そうするとね、食ってくれたなんていうのがありましたね。あとはですね、まあ、実際に使ってみてだとかなりやっぱりこうキビキビね動く、なんだろう、ブルシューター独特のこうペッ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 っていう風に動く感じのね、 SG っていう感じでもないんですけども、こうすごい細かくこう、まあなんだろう、切りもみするんですよね。でただ巻きの時にそう緩やかに動かしていって、たまにリーリングでぐるぐるって巻くとビリビリビってビリビリってね、少しスピードアップして、でそんな時にね魚がハッとね反応するっていうのがいくつか見ることができたんですけども、まあ非常にね使いやすいな、投げやすいな、ね、そんな感じの印象でした。なんというかブルフラットとか好きで、よく投げる人なんかは本当ねこれブルフラットの 4.8 とかと同じようなイメージのサイズ感なので、ブルフラットのジグストとかあとはライトテキサスとかでちょっと下のレンジを誘う、でも今日なんかバスもう少し上のレンジで表層付近を通りかかるのを意識してるんだよななんていう時は、ブルフラットからこっちのタイニーブルシューターに変えることによって、まあシンプルにちょっと狙うレンジを上げてですね、それでギルクイバスを反応させやすいんじゃないかななんていうのを感じましたよ。まあ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 、まずはねこういう感じのちょっと柔らかめのタックルで釣れるんだなっていうのと、あとはねこれ以外のタックルでも試してみておりますので、そちらもね動画で編集でき次第ですねアップしていければななんていうふうに思いますので、引き続きご期待ください。というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、デプスの新しく出たですねタイニーブルシューター、これでいいバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。